Thank you.
The final score is Samreche Hiroshima 2, FC South 1. AFC チャンピオンズリーグ2016サンフレッチェ広島 VS FC ソウル後半を終了いたしまして、ご覧のように2対1サンフレッチェ広島の勝利です。両チームに大きな拍手をお送りください。今日は、母校の選手も、見に来てくれていると、聞いてましたし、やっぱりそうやって後輩たちにいい背中を、見せたいと思っているので、これからも、森島と2人で、頑張っていって、後輩に少しでも、刺激を与えれるように、頑張っていきたいなと思ってます。そしてゴールデンウィークは明日は子どもたち、たくさんの子どもさんの活動を最後に一言お願いします。皆さん、本当に、応援ありがとうございます。皆さんのサポートが本当僕たちの力になるので、これからも、子供も、大人の人も、関係なく、一緒に応援に来てくれて、一緒に戦ってください。ナイスゴール、攻撃の浅野拓磨選手でした。
ご来場の皆様にお帰りのシャトルバスのご案内です。 JR 横川駅行きはメインスタンド側フロークスタバス駅場から、 BT 駐車場行きはバックスタンド側投石広場スタバス駅場から運行しております。ご利用の際はお間違いのないようご注意ください。なお、バスの座席数には限りがございます。スムーズな運行を行うために、キャプテンの受賞者にもご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。サンフレッチェ広島ではよりクリーンなスタジアムを目指すため、ゴミの分別のご協力をお願いしております。レインスタンドコンコース、バックスタンドコンコースにゴミの分別回収コーナー、エコステーションを設けております。クリーンなスタジアムはご来場いただいた皆様のお協力がなくてはつきません。みんなでクリーンでエコなスタジアムを目指しましょう。本日もたくさんの広島市スポーツボランティアの皆様に試合運営を進めていただきました。この方をお借りしてお礼申し上げます。本当にありがとうございました。そして J リーグファーストステージホームゲームのお知らせをさせていただきます。AC ルートで未定となっております第13節ガンバ大阪戦は、5月21日土曜日午後4時キックオフと、決定いたしました。宿敵ガンバ大阪戦勝利としていこう。チケットは絶賛発売中です。ということで5月のジャンホームゲームは3試合ございますね。AC ルートが試合再開となりましたが、今日のラストゲームで熱い勝利を渡瀬選手が届けてくれました。これからは J1 リーグに気持ちを切り替えて連覇目指して共に戦ってまいりましょう。では改めて5月のホームゲームご紹介します。今週末5月8日日曜日、ゴールデンウィーク最終日です。第11節サガン鳥栖戦、キックオフは午後4時。当日はレディースデーということで、女性サポーターには嬉しいイベントを開催です。さらに5月13日金曜日は柏レイソルズ戦です。こちらは平日ライター、キックオフ午後7時30分。そして5月21日土曜日、午後4時キックオフ、ガンバ大阪戦と続きます。いずれの試合も試合の当日は様々なイベントを盛りだくさんです。ぜひ皆様お誘い合わせの上、インスタへお越しください。We hope to see you again and have a good night.